まあ、これ自業自得なんですけど、厳選開始で今6時間半経ちましたね。はい、こんにちは、ちちちゃです。控えめなディアルガが欲しいので厳選頑張ります。グロパン2発がちょうどいいのは分かったんですけど、インファイトでどうなるか気になるんですよね。はい、ダメ。催眠術、よし、ウィン、あー、よいしょ。ウィン、うわー、頼む、うー、ダメか。ウィン、ヒットポイントもうちょっと減らすかね。電磁波、よし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 、麻痺した。ボルチェン、ウィン、頼む、ウィン。でもさ、これ捕まえれたもんさ、性格がさ、ウィン。来い、ウィン。もう全然揺れないよね。ウィン、ウィン。あは、ウィン、来い。よいしょ。うん、さあ、ウィン、よいしょ、ウィン。あー、全滅だよ、全滅。さあ、神様頼む、いける、よいしょ。おっ、頼む、揺れてくれ、せめて。ウィン、ウィンと言わせてくれ、ウィンと、ウィン、ウィン。ダメだ、飽きそうな気がしてきた。うん、よいしょ、頼む。いや、タイマーボールに甘えたくなってくるね。うん、ダメだ。うー、トリトドーン。でもうちなくなっちゃった。もう源泉の前にまず捕まえられないんだが。よいしょ。ウィン、ウィン、ウィン、来た。あー、来ない。よいしょ、ウィン、ウィン、ウィン。
ポヒン、ウィン頼む、ウィンウィンウィン、あー、いやでもウィン率は上がってきた気がするんですよね。ほら、うん、ウィン、さあ来い、よいしょ、ウィンウィン、うう、頼む、よっしゃ、はあ、よっこいせー、ウィン、あはは、よいしょ、ウィンウィンウィン、ディアルガゲット、おっしゃ、来た、さあ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 、正確に言いましょうか。いやーでもシンクロとかを持ってきた方がいいと思うんですよ。シンクロとか峰打ちとかね、眠りの粉とか持ってきた方がいいと思うんだけど、なんか旅の道中でそれ持ってくるのもなーと思って、とりあえず強さ、あーずぶとい、ウィン、ううよいしょ、振りかぶって頼むよ頼むよ、よいしょ、いける、がダメ、ウィンウィン、あははですよね、ウィンウィンウィン、よい、なんかもう2回ぐらいやらないと期待しなくなっちゃったな。うわー、うわー来ない、あー逆にモンスターボール、ウィンウィン、ウィンウィンウィン、あー惜しい、ウィン、うん、あーマスターボールワンチャンと思ってきた。いやー甘えだよ甘え、ウィンウィン、マスターボールはねやっぱり色違いとかに使いたいんですよね。足がしびれた、足が、うう、ウィン、やばい、マジハイパーボールなくなるんだけど、頼む頼む、ウィンウィンウィン、ウィンウィン、あはうん、ウィンウィン、あはいや、マジでマジでお願い、
さあハイパーボールが心もとなくなってまいりました。いや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 、頼むわ頼む。さあラスト1個のハイパーボールでございます。ウィンプレミアボールいけるポケモン GO やってるとな、プレミアボールの方が馴染みが深いんやぞ。ウィンウィンウィン、あウィンウィンウィン、プレミアボールでディアルガゲット。プレミアボールってモンスターボールと確率変わんないですね確か。うおやりました。プレミアボールよりはかなりいいんじゃないですか。個人的な話なんですけど、ボールはモンスターボール、ラブリーボール、ハイパーボール、プレミアボールが可愛いと思ってるんで、まあ、これのうちの中で捕まえられたっていうのは自分的にはかなり嬉しいです。さあ性格は頼む。おっとりー、私やん。ウィンあー目の前が真っ暗だよ。戦えるポケモンがいない。よいしょー、ウィンウィンウィン、おっしゃティアールがゲット。これ自業自得なんですけど、厳選開始で今6時間半経ちましたねちゃんとシンクロを持ってこいとかね、峰打ち取ってこいとかいろいろあるとは思うんですけど、なんか天眼山降りるのちょっとめんどくさいしなーみたいな感じで6時間半経ちました。さあそろそろ頑張りや。よいしょ、ウィンウィンウィン、ディアルガゲット。いやーやっとですわー。さあさあもうずっとね、ずっと目の前真っ暗だったもんね。久しぶりに捕まえられた気がする。いやーやっぱりなんかシンクロと峰打ちを持ってきた方がいいかな。でもなんかここまで来たら引き返せないよね。お願い、控えめ、渋い、渋い控えめだ。ディアルがゲットやっとだ今、厳選開始から、ま、日をまたいたんですけど、合計7時間50分ぐらい、約8時間ぐらい。控えめなディアルが厳選に時間がかかりました。でもやっぱねポケモンってこれが楽しいんだよね。このねこの厳選がすごい楽しいんで、よかったと思います。やりきった、やっと物語が進む。ちゃちゃちゃん、お前はなんという、よくやってくれた、本当によくやってくれた。これほどドキドキしたのは60年の人生で初めてだ。博士ったら、あの後いろいろ調べて、それでちゃちゃちゃのことすっごい心配してさ、こんなところまで来たんだ。それにしてもちゃちゃちゃ無事でよかった。よかったよ。さ、帰ろう。帰りましょう。誰の未来も誰の世界も、何者かによって奪われるものではないのだ。いいこと言う。なぎさシティ。え、すごいアフロの人いる。雷様？お、ポケモントレーナー。君のポケモン強そうなのが伝わってくるぜ。おっと、自己紹介。俺の名前はオーバ。ポケモンリーグの四天王。そうだな、君ならできるかもな。この町のジムリーダーだけどさ、久しく手強い挑戦者が来ないからって、ポケモンジムの改造ばかり。あげくに停電だからな。たく世話が焼けるぜ。君、熱いポケモン勝負であいつのハートをガンガンに燃やしてくれよ。頼むぜ。
炎タイプの四天王なのかな。だから停電してたんだ。ここは渚シティ、太陽が照らす街。可愛い女の子。あの、私ジブリーダーのみかんと言います。ハートゴールドのみかんちゃん。あ、やっぱりそうなんだ。譲渡地方だもんね。譲渡地方ってご存知だと私嬉しいです。存じ上げております。あ、なるほどね。先にジムバッジを8つ集めたらここに行けばいいんだ。ってことはあの先はチャンピオンロードなんかな。皆さん聞いてくださいよ。私今控えめディアルガの厳選が終わったぜ、どやーつって友達に LINE したら、今作性格も個体値もなんなら特性まで変えれるらしいですね。私の8時間何だったんだ。色違い以外は基本的に厳選しなくてもなんとかなるよって言われて、まあ、でもまあまあ言うて必要なものもあるし、何より楽しかったし、性格ちゃんと厳選したっていうね。自信にもつながったからよしとしましょう。ポケモントレーナー渚ジムへの挑戦者か。決めた。君が弱ければ俺はポケモンリーグで戦わせてもらうとしよう。ポケモンジムの改造は終わったし、何よりポケモントレーナーとして痺れる勝負を望むからね。新王地方最強のジムリーダーとしての実力存分に振るわせてもらう。自分で最強言うたで。痺れるって言ってたから電気タイプなのかな。マチス。お、君か。あいつ帰ってきたぜ。なんだか少し嬉しそう。もしかしたら見ただけで君の実力を見抜いてワクワクしてるのかもな。そして頼むぜ、あいつのハートに火をつけるほど熱いポケモン勝負をな。絶対オーバー炎タイプのトレーナーだってね。渚シティポケモンジムリーダーデンジ、輝きしびれさせるスター。さあ最後のジム戦。なんかすごい仕掛けだな。オース未来のチャンピオン、ちょっとトレーナーケースのバッジの数見させてもらうぜ。ヒフミー、おお、7つあるのか。ということはここのジムリーダーで勝てばいよいよポケモンリーグだな。ということは俺の最後のアドバイスということでもある。気合が入るぜ、心して聞けよ。ここのジムリーダーは電気タイプの使い手。やっぱり電気だ。以上、あとはお前次第。これが最後のアドバイスか。あれ、認定トレーナーしげるがない。なんかこれうっすら覚えてるな。わー、回る回る。いや、これ結構大変だった気がする。いやマジ意味わかんない、これたどり着けないんだが。これ降りれないでしょ。おー、閉じ込められてるでしょ。これも出れないよね。たどり着けない。こっちには降りれた。でここ行ってもしょうがないよね。なんかあるかな。いやー積んだわ。これでさ、ほら帰れなくなるし、左は通れなく、あ、これでどうかな。これはどう。これでこっちが変わってる。きた。やっとだー。さて挑戦者、たまに俺と戦えるトレーナーがいるけれど、みんなつまらないというか手応えがないんだよ。ふう、俺がジムリーダーのデンジ、新王で一番のジムリーダーだと言われるが、まあいいや。俺にポケモン勝負の楽しさを思い出させてくれるトレーナーであってくれ。そっか、シゲルってさ、ポッチャマ選んでるから電気タイプは苦手なのかもしれないな。デンジ、お願いします。ライチュートリトドン、コワグチャー。トリトドンがいるからね、電気受けれちゃうから。それでは波乗り。水も受けれちゃうんだよ。おお、来た。はい、効果抜群。
じゃあもう一回第一の力。波乗り、波乗り雷中。第一の力。波乗りピカチュウ、昔なんか配布してましたよね、そういえば。その配布をもらったのかな、デンジは。プリトトンレベル49。殿堂入りするにはどのぐらいのレベル必要なのかな。エテボウス、エテボウスだったらゴーカザルでいいかな。欲の実読みでインファイト行きましょうか。多分グロパンだと落ちないと思うんですよ、欲の実持ってたら。なのでインファ行きます。にしても今作ほんとトレーナー強いですよね。ジムリーダーでこんだけ強かったら四天王とかチャンピオンとか、うわーっとめちゃめちゃ強いんじゃないかな。どっかでレベル上げしなきゃ。インファー、ナイス。ほら来た来た来た、ほらね。でも落ちる、オッケー。入れ替えたら OK で、次が何だろう。タランタン、雪の王のレベルがちょっと低いから上げときたい。オクタン、オクタンだったらレントラーかな。釣りが、釣りが便利になるポケモン。オクタン威嚇。10万ボルト。よし、いいよ。デンジ結構いろんなタイプのポケモン使ってますね。電気タイプだと思ったら、あ、レントラン。まあそうだよね。じゃあ雪のムクホーク、いやトリトドンかな。ヒットポイント減っちゃってるけど、頼むよポワグちゃん。こいつが俺の切り札。レベルいくつだろう。いや49、高い。それでは第一の力、噛み砕く。きた、耐える。あー耐えられた。あ、しかも回復。まあでもその後に落ちるからな。ここまで追い詰められるとは。私も結構追い詰まってるよ、トリトドン。耐えろ。あーダメ回復来るかなと思ったんですけど来なかったですね。じゃあ最後は雪の王くんに頑張ってもらおうか。よいしょ、雪降らし。冷凍ビームでアイアンテール。あーごめんね雪の王ごめんね申し訳ない。しょうがないね、上から、上から攻撃するしかないね。ゴーカザル頼むよ。アイアンテールは強いわ持ってるとは思わないよアイアンテール。インファイト、よし、やりました。タンタン、ジムリーダーのデンジとの勝負に勝った。まいったな、君の気持ち、ポケモンのひたむきさ、戦ってるだけで熱くなる。とてもいい勝負だった。よかった、最後のジムバッジ。何笑ってんねん。久々に楽しいポケモン勝負だった。そしてこれからもポケモンが君がどんな戦い方をするのか楽しみでたまらない。さあ8つ目のジムバッジ受け取ってくれ。
ビーコンバッジゲット。揃ったよ。そのビーコンバッジがあればポケッチの秘伝技の滝登りが使える。ポケモンリーグに行くために必要な技だ。それにバッジが揃った今、どんなポケモンでも素直に君の言うことを聞いてくれるようになるだろう。あとこれも使ってくれ。シールと技マシンかな。アイアンテール、アイアンテール、アイアンテールですか。あー、チャージビームかでもチャージビームも強いからね。よし、ということで今日はこの辺りで終了とさせていただきます。最後までご視聴誠にありがとうございます。次回はチャンピオンロードがあるならチャンピオンロードを通って、で四天王とチャンピオンに挑戦したいと思います。次の動画も見てくださる方はチャンネル登録お願いします。今回厳選頑張ったねって方は高評価ボタンのポチもお願いします。またねー。